はい、どうも、リアルバキョウです。さあ、今回はタイトルの通りですね。そうなんです。大会にですね、なんと出場することができなくなりました。いや、そうですね、もう、かれこれ、減量は5月ぐらいから入ってたので、そうですね、6、7、8、9、5ヶ月か。5ヶ月ほど、結構厳しい。いい減量とハードなトレーニングをやってきて、調整もね、かなり万全だったんですけども、ちょっと理由があってね、不可能になってしまいました。っていうのもね、僕の妻が、保育系の仕事をしてるんですよ。はい。で、やっぱり県外に今の状態で行くのもあんまり良くないんですよね、やっぱりそういうのって。で、まだ県外に行くのはいいとしてですよ。ただやっぱり大会の会場に行くと、大多数との、やっぱり、なんですかね、接点というか触れ合いみたいなのがあるので、そうなるとやっぱりコロナの感染リスクっていうのがかなり高くなるので、それがやっぱ良くないということで、僕もいろいろ考えましたね。方法としては本当に、例えばそこから2週間ホテルを取って、で、僕はホテルで生活して、っていうのも考えたんですけど、ただそこまでして、他にね、やっぱり家族に迷惑をかけてまで出る必要があるのかな、というのがありまして、やっぱりフィットネスというのは、やっぱり健康の上に成り立つものなので、確かに肉体的な、そういう、あれですね、減量してしっかり筋トレして、健康的な食事をとって、僕は気をつけてるんですけど、やっぱりフィットネスっていうのは、体だけじゃなくて、やっぱり精神的なものというのも、やっぱりそういう健康的な面も大事だと思ってるんですね。果たして一人でそうやって大会に出た後、ホテルで2週間過ごして周り迷惑かけて、それが本当のフィットネスかと考えてですね、そういうふうに周りに迷惑をかけるぐらいだったらと思って、もう今回は出場を見送りました。本当になんか、悔しいというか悲しいというか、本当、これまでの努力を、思い返すと、ちょっともうどうしていいかわからないのもあったんですけど、今回は、でもちょっとそういうのじゃないんですよ。出れなくなったから悲しいな、どうしよう。で、終わるんじゃないですよ。それで終わりません、僕は。で、結局、だから10月17日が大会なんですよね。なので、大会に出られないですけど、10月17日に、ちょっと僕はもう撮影を入れちゃったんですよ。そう、もうベストコンディション。減量はこのまま続けて、もう大会に出場するくらいのバキバキの完璧なコンディションで仕上げて持ってきて、そしてちょっと、その姿を、YouTube と、ちょっと、プロのカメラマンとかで撮ったんで、それでトレーニングシーンとかを撮って、で、皆さんにもちょっと還元できるような形でですよ。トレーニングガイドブック的なのをちょっと作ろうかなと。ちょっと詳細はまだ今考えてる段階ですけどね。そう考えています。ちょっと僕が行ってるトレーニングとか、ちょっと食事の内容とかもちょっと書けたりかな。で、あと、トレーニングのちょっと注意点とかポイントなんかを記載したものを作れればなと、ちょっと今考えていますんで。そのために向かって今度は僕は減量に体作りをやっていこうと思います。確かにね、大会に出れないというのはかなり悲しいことでもありますよ。いやでもね、大会に出るために僕は別に筋トレをしてるわけじゃないですよね。自分自身を極限まで高めるためっていうのもあるし、肉体的にもそうですし、精神的にもやっぱり成長したい。そういうのもあって、筋トレや、食事の管理なんかをしているんですね。そう考えると、今回のことも、僕のその精神的成長という面では悪くなかったかなと本当に思っています。やっぱりこれで、このような形で、より精神的にも肉体的にも成長してもらえるわけなんで、どうせやったら、皆さんの方にもどうにかしてそれを伝えたいなということで、ちょっとトレーニングの、
まあ、フォトガイドブック的なものを作って、これ多分、まあ、視聴者プレゼントなのか、何なのか、ちょっと今考えてますんで、まあ、ちょっと皆さん、その情報をちょっとお待ちください。ということで、まあ、今日伝えたいのは、こんな感じですね。まあ、大会にちょっと出場できなくなったけれども、そこで、なんかちょっと落ち込んだりするんじゃなくて、まあ、もう一つ先の目標を作って、より突き進んでいこうと思います。そしてですね、また来年、まあ今年、その、あれですね、減量が終わったらまたでかくして、来年は、よりでかくなった姿を、ステージでお見せできればなと思っています。ということで、本日はここまでですね。皆さん、ちょっと、まあ、5分、6分ぐらい、ちょっとダラダラ話し込んですいませんでした。今後ともよろしくお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、じゃあね。いやー。標的をこの僕の方へ ケツみたいなのね、生きるため走り出す